あの裏に行くとお相撲さん用のトイレっていうのがあるんですよ。そこのトイレにもう一回行ってみて、いや裏の話すんだよ自分のお尻の大きさがどれくらい変わったかっていうのと例えば両国技館なんで塩入りをやるとあでもあれですね、塩は振りたいですよね、トン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 ってあと僕はあの小学生の時に実は一回あの両国国技館に関わる機会があったというか、1回だけだったことがあって、まあ小学生だったんで特に思ったんですけど、あの裏に行くとお相撲さん用のトイレっていうのがあるんですよ。便器が人の 1.5 倍から2倍くらい大きくて、で小学生の僕はもうお尻入っちゃうじゃんみたいなので遊んでたんですけど、再びあのステージに立つということで、そこのトイレにもう一回行ってみて、いや裏の話すんだよなんで裏の話なんて分かるか思っての話自分のお尻の大きさがどれくらい変わったかっていうのと、あとやっぱどれくらい実際やっぱお相撲さんのあのトイレ大きかったのか、そういう成長したんだ、違う違う、そういう15周年の成長じゃない違う違う、俺は小関裕太ですね。おやったぜ、はい、もうあの本当に付き合えば小学校6年生ぐらいから僕は長くて、そこからもう20歳を超えて、まあ、舞台を一緒に踏ませていただいたりとかしてるんですけど、その一緒にこう本当切磋琢磨という言葉じゃないですけどしていく中で、なんかこうおこがましいですけどすごくあの全体を冷静に見てる、そして自分の意見もちゃんと伝えて、それも強要じゃなくてあのちゃんと相手に伝わるように人によってこう言葉を変えてるような気がするんですね。すごい、なのでいつもここにいるいつもここに定点カメラやってる俺が人によってあーなんかさすごいね、うん、よく見てるね、気がするでもそうだね、そうでしょその伝え方とかがすごくあの言葉ってやっぱ人あの誰かを傷つける可能性もあるんで、ただその選び方もそうですし柔らかさもそうですし、すごくその人にやっぱ優しくできるとか距離感がすごくちゃんと取れる人って僕はハンサムだと思うので、あのいろいろたくさんの人と共存していく中でそう思いますね。グラッツェ、はい、グラッツェということで、今年は結構葛藤の年だったかなって自分では思います。っていうのもあのいい意味でも悪い意味でもいろんな自分のできなさとか壁とか時間の使い方が難しいとかっていう壁に今年の初めにぶつかったりとかして、もがいてもがいてもがいた先に海外付いてもいたので、フィンランド行ったりイタリアで NHK の番組で行ったりとかっていうことを経て、なんか改めて自分の時間と向かい合って、その10代の時と違う自分の時間の使い方、自分の在り方みたいなのと向き合えたので、いろんな作品と出会うこともありながら、何よりこう整える、まあ、最近フィンランドだったのでサウナのようにこう整う、はい、作業が今年はすごくたくさんあったかなって思いました、はい、いいですね。だから結局サウナで整いましたサウナで整う2019年、うん、整った戸籍は来年ようやくなんか新しい自分をどんどん今度は入れるんじゃなくて外に発信できるかなって今楽しみにしています。